皆さんこんにちは。射水市社会福祉協議会では、行政、福祉関係機関、団体、そして何より地域住民の皆様と連携協力し、誰もがその人らしく生き生きと安心して暮らせる地域福祉づくりを目指し、さまざまな福祉活動を行っています。これからもご理解ご協力のほどよろしくお願いします。さて、今回は10月開催予定の第14回射水市社会福祉大会と射水市ボランティアセンター赤い羽共同募金のお知らせをします。はじめに第14回射水市社会福祉大会のお知らせです。多年にわたって社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰するとともに、市内の福祉関係者が一堂に会し、お互いに身近な福祉課題を再認識することにより、相互理解と連携を深めることを目的に射水市社会福祉大会を開催します。開催日程は10月9日水曜日、アイザック小杉文化ホールラポールにおいて午後1時30分から開会します。大会の前半ではまず式典を行い、表彰状および感謝状の授与式を行います。引き続き議事に移り、大会宣言および大会決議を行う予定です。大会の後半は寸劇と記念公演を行います。寸劇では小杉爆笑劇団の皆さんに登場いただき、地域における問題を会場一体で共有します。その後、岡山県総社市社会福祉協議会佐野雄二常務理事事務局長に、引きこもり支援は社会全体の課題、総社市における引きこもり支援の取り組みと題して記念講演をいただきます。社会福祉大会は入場無料で、お申し込みの手続きなどは必要ありません。地域で暮らす私たち全員が自分のこととして感じていただける大変良い機会です。皆様のご来場お待ちしております。次に射水市ボランティアセンターからのお知らせです。ボランティアセンターはボランティア活動への参加を広く呼びかけ、ボランティア団体や個人を支援することを目的としています。センターではボランティア活動をしたいという活動者と、ボランティアの方に協力してほしいという依頼者の相談に応じて活動を調整します。また9月より音楽レクリエーションボランティア養成講座を開催します。講座では福祉施設などで音楽に合わせてみんなで一緒に歌い、体を動かす活動をするボランティアの方を養成します。講師は日本音楽療法学会認定音楽療法士の増田陽子さんです。申し込み締め切りは9月4日水曜日までです。詳しくはボランティアセンターまでお問い合わせください。次に赤い羽共同募金についてお知らせします。共同募金運動は10月1日から翌年の3月31日までの6ヶ月間全国一斉に行われます。皆様からお寄せいただいたご寄付は、射水市共同募金委員会、富山県共同募金会を通じて、市内で活動する子どもたちや高齢者、障害者などを支援する団体へ助成され、福祉のまちづくりのために活用されています。街頭募金やイベント募金など、さまざまな形で運動を行っていますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は第14回射水市社会福祉大会と射水市ボランティアセンター赤い羽共同募金のお知らせをいたしました。お問い合わせは射水市社会福祉協議会総務課、または
射水市ボランティアセンターまでお願いします。また参考に射水市社会福祉協議会ホームページもぜひご覧ください。射水市社会福祉協議会からのお知らせでした。